MLB13 年目のパドレスダルビッシュ有投手38が様々な記録を塗り替えている16日日本時間17日のアストロズ戦を6回3安打無失点の好投で6勝目をマークし日本人選手では野茂秀吉を上回る日米通算202勝とし黒田弘樹氏の持つ歴代1位の203勝にあと1勝に迫った米メディアスポーツイラストレーテッドは 2012年のメジャーデビューから280試合連続で複数の三振を奪っている。1901年以降におけるメジャーの最長記録だ。彼の大きな功績の一つだと伝えている。制限リスト入りで7月に戦列を離れながらも9月4日、同5日に復帰。その後はマリナーズ戦、アストロズ戦を連勝と波に乗り、進出濃厚なポストシーズンでの登板も期待される。 すでに MLB の日本人投手としては最長の13年目で、勝利数はここまで109勝。日本人最多の野茂氏の123勝を目指しているが、韓国メディアマイ・デイリーはアジア人最多の124勝をマークしたパク・チャンホ、パク・チャンホイコール51の名前を挙げ、ダルビッシュはパク・チャンホと野茂との差を縮めていく。2025年も26年も健在であれば、 順番に超えてアジアの最多勝1位になれる。パク・チャンホの最多勝挑戦は進行中だとアジア1位を狙っていると伝えている。